これを100円ローソンで買ってきました。フィットツールズ7種類ステンレス製マルチポケットナイフ、入ってるものがですね、1番から、ナイフ、2番ハサミ、3番缶切り、4番プラスドライバー、5番爪ヤスリ、6番、ワイン栓抜き、7番栓抜きということで、こんな風な感じになってます。はい、値段は110円、アウトドアやレジャー等にあると便利な1本です。ちょっとこのセリアと違うのは、このハサミが入っているという点が少し、違うかなと思いました。裏面はこんな感じです。ステンレス製マルチポケットナイフ、ご注意、刃は鋭利になっています。絶対に触れないようにしてください。刃を挟まれないようにご使用はゆっくりと行ってください。刃物で物を叩いたりこじったりしないでください。そうですね、変形破損した場合は直ちに使用を中止してください。火のそばへ絶対に置かないでください。やけど変形の恐れがあります。用事の手の届かないところに保管してください。品名マルチポケットナイフ、材質がスチールとステンレスで、メイドインチャイナ、アイフィット工業株式会社ということで、ちょっとネットで調べると、八王子の方にあるなんか工場なんですかね、仕入れ会社ですかね、そんな感じの場所でした。では、早速開けていきたいと思います。こういう感じですね。はい、まあ綺麗なんじゃないでしょうか。ちょっとね、なんかの汚れがついてる感じするんですけど、金属自体に汚れがついてるわけじゃなく、傷がついてるわけじゃないので、おそらく柔らかい布なんかでこすってやればほぼ取れるような汚れじゃないかなと思います。こんな感じですね。いいですね。まあいいでしょう。はい、で1番から見ると、1番がまずナイフ、こちらですね。はい、ナイフです。こんな感じです。思ったより引っかかりますね。これ研がなくても一応使えそうな感じです。思ったよりいいですね。厚みもいいし、ぐらつきもないし、ステンレスなので、いいですね。両刃ですね、普通に。はい、ここはなんかへこんでる、何か意味があるのかどうかちょっと分かりませんけど、はい、これ使えそうですね。それから2番がハサミ。ハサミがねついてるっていうのがすごいと思うんですけど、こんな感じです。小指の長さと同じくらいあるんじゃないでしょうか。はい、ただこういう感じですね。ここのバネがこの、なるほど、こういう感じですね。見えますかね。ちょっと見にくいですけどね。こういう感じです。これね、刃が多分ほとんど切れないと思います。なのでこの刃は磨いてやらないとダメでしょうね。で3番が缶切りはどこだ。缶切りはこれか、これですね。はい、普通ですね。別に問題なさそうです。この部分が丸くなまってて缶の縁に引っかからない場合があって、その時は削るんですけど、これは別に問題なさそうかと思います。はい。それからプラスドライバーですね。次。これですね。はい。これも、先端がね、ずれてたりすると使いにくいんですけど、OK ですね、これ。はい。全然大丈夫そうです。しっかりとしてます。それから、5番が爪やすり。爪やすり。どれでしょうか。これですかね。このプラスドライバーの奥にあるこいつですね。ちょっとこうプラスドライバーを立ててから出さないと出しにくいですけど、爪ヤスリ、こんな感じです。でこちら画面にヤスリ、片面だけヤスリがついてますね。はい、っていう感じで爪を削れそうです。でこいつの場合はですね、いつものことなんですけど、ここがですね、せっかく尖った針状のものがあるので、ここをもっと尖らせたいんですね。針ってですね、なんかアウトドアで数すときすごく重要で、せっかくなので針状にしたいんです。なので、もっとここを細く尖らせて、この辺の食い込みを、ぐっと食い込ませるように、
丸い棒状のヤスリなんかで削っていきたいと思います。これはそれをやるとですね、使いやすくなるのでそうしたいです。それからワイン栓抜き、これですね、これ問題ないですね。あんま使わないんですけどね、まあまあ問題ないです。あと普通の栓抜き、はい、あ、これですね、これはですね、ちょっと加工したいですね。まあ普通の栓抜き、ビール瓶の栓を抜くときはこれでいいんですけど、せっかくこの先っぽが割とこう分厚めの、なんて言うんでしょう、マイナスドライバーみたいになってるので、まあ、マイナスドライバーとして使うのであれば、もうちょっとですね、ここを先端を削って、この突端の長さがですね、長くなるようにした方がいいですし、私はおそらくですね、ここを薄くして、まあ、マイナスドライバーというよりは、例えばこういうホッチキスの芯をですね、外すときにこう、差し込んで、やったり、まあ、シールなんかを剥がすときなんかもですね、シールないんですけど、まあ、薄っぺらくしといてやると、こう、シール剥がしなんかにも役立ちますので、まあ、そういう使い方が、私の場合、出番が多いので、ちょっとここは、そういう加工を薄っぺらく削るということをしてやりたいと思います。以上ですね。まあ、するのは、ナイフは割と研がれてるんですけど、ついでなので、ハサミとナイフの刃をちょっと研ぎますね。で、爪やすりの先っぽですね、をちょっとこう、尖らせたいと思います。もうちょっと尖らせたい。はい。で、さっきのマイナスドライバーじゃないですけど、よいしょ。栓抜きの先端ですね。はい、この3つちょっと加工していきたいと思います。それで結構使える武器になるんじゃないかと思います。110円でそれできたらもう十分ですね。はい、こういう砥石、これ私が持ってるやつは4000番です。はい、こうやつですね、4000番の砥石になりますね。メイドインジャパン、刃の黒幕、刃の黒幕、ちょっとよくわかりませんけど、はい、そんなやつです。でこっち面がですね、だいたいこう丸まってくるので、やってるとこういう砥石を研ぐための砥石みたいなのがあるんですね。これでまず表面をね、平らにしてやります。はい、こんな感じですね。まあここに結構砥石が削れてつくんですけど、はい、できました。そしたらですね、やっていこうと思います。ちょっとこういうのを置いて、で、刃ですね、はい、まずこれを、はい、取っていきます。ちょっとビフォーアフターしましょうか。全然、まあ手のすごく近くでやると消えないことはないかなダメですねこれ。まあダメですね、全然ダメですね。じゃあちょっと研いでいきます。割と爪には引っかかるんですけどね、そうでもないのかな。はい、じゃあ行きます。はい、ちょっと最初に荒削りします。これ1000番です。1000番で磨いてから、その後、2000番の紙やすりで磨いて、で最後に4000番でやるというぐらいにしましょう。でないとちょっとですね、時間がかかりすぎる感じなので、そうしたいと思います。
はい、まだ少し生ぬるいようなので、こういうですね、ちょっと目の粗いやつ、これあのかなり粗いんですね。こっちが特にガリガリに粗いで、こっちは何番だったかな、こっちが1000番ぐらいだと思うんですね。こっちはもう400番とか多分600番とかそのぐらい粗いんですけど、ちょっとこの刃物手強いのでそれぐらいでやろうと思います。はい、2回目です。ちょっと切ってみます。まあ切れるは切れますね。まあいっか、このぐらい切れればなんか納得いかんのですけどね。いまいち。まあけどそんなもんか。まあそんなもんとしましょう。はい、ちょっと納得はいかないですけど、まあまあ最初よりは切れるようになったので、まあ普通に野菜を切ったり、あの果物の皮を剥いたり、まあ、肉を切ったりという意味ではまあ問題ないでしょうけどね。はい、これぐらいにしたいと思います。はい、そのまま引き続きハサミですね。はい、このハサミ切るには厳しいんじゃないかと思うんですが、切ってみますね。あ、もう全然切れないですね。全然切れないですね、これ。ハサミなのにこう折り曲げるぐらいしかできてないですね。わざとこう刃を、刃の当たりが良くなるようにちょっとこう指の力を加える方向を考えながらやっても微妙に切れるけど、こんな風に微妙に切れるけど、いやーこれ厳しいな。はい、だいぶ研いでみたんですけどね、まあ、通常このぐらい研げば十分なんですけど、ちょっとですね刃が曲がってるような気がするんですね、これ。だから隙間が広がってる。まあ私が磨いてる時に曲げちゃったのかもしれませんけど、ちょっとですね微妙に外側に開いてる気がするので、そこもちょっと改善してですね、ここもちょっと改善してからの試し切りをしようと思います。やってみます。ちょっと濡れてるハサミ、紙は切りにくい。あ、切れますね。あ、切れますね。いいですね。まあちょっと使い方にコツがいりますね、これ。
切れるは切れるんですけど、ちょっと使い方にコツがいる感じかなという感じですね。まあ最初よりはだいぶ良くなりましたね、こんな感じなので。はい、ということで、まあハサミも良しとしましょう。ちょっとねこれ難しいんで、あんまり実用的じゃないと考えた方がいいと思います。はい、引き続きこれですね、爪ヤスリの先端、ここをね尖らせたいと思います。はい、これはいいですね。まあ、ちょっと見にくいかもしれませんけど、かなり尖った感じに今なってます。はい、こんな感じです。はい、で最後がよいしょ、この先端ですね、この部分を、もうちょっと削って、で薄くするという加工をしたいと思います。いいですね、かなりいいです。これだったら使えますね。こういうラベル、フリーラベルなんかをですね、ちょっと1枚貼ってるとしますね。はい、こんな風に貼ったとします。剥ぎ取ることができるというですね、これ先が細いからですね、こんな風にできるということなんですね。刺さりそうなぐらい細いんですけど、すごくいいです。まあこれ使いやすいんですね、こういうの。まあ使い慣れるとですね、これがないともう、困ることが多いというぐらい、爪で何かを剥ぐっていうのがです、ちょっといろんな、まあ理由もあってですね、非常に抵抗があるんです。でそれもあって、こういう爪の代わりになるものっていうのはですね、あると私の場合はとっても便利なので、はい、ちょっと見えにくかったですか、こういうものを作ってみました。はい、ということで、まずナイフ切れます。結構いいです。はい、まあという感じですね。ナイフ、それからよいしょ、順番になってないですけど、栓抜き、かつここがハツリ、ほらこんな風に傷が入るんですよ。かなり先端が尖らせました。プラスドライバー変わってませんね。なんかこう
電池ボックスがね、ネジ締めしてるとか、自転車とかではよくあるんですけどね、プラスドライバー使われる。で、はい、こちらは爪ヤスリ。爪ヤスリのヤスリ部分はですね、何も加工してないんです。これ見えにくいですね。かなり反射しちゃってるので見にくいんですけど、ヤスリ部分は何も特に変わってません。ただこの先端かなり、尖らせましたので、まあ、ちょっとこう針穴を開けたりですね、何かに突き立てて、ちょっとこう、手繰り寄せたいような場面とかではこれは結構重宝します。ということで、なかなかいいんじゃないでしょうか。100円ローソンで手に入れたマルチツールなんですけど、これで、まあ、一通り使えるものになったかと思います。刃の長さがですね、 5.5 センチぐらいですね。 5.5 センチぐらい、はい、まあそんなに危険ではない長さなのでいけるんじゃないかなと思います。ナイフはけど刃物なんでね、あくまでもその持ち歩くというのは目的があって持ち歩くべきだと思いますし、うっかりね、なんかこう子供が遊んだりするとね、大変な事故になったり、まあ事故にならなくてもね、子供がこういうの持ってたりすると周りに気づいた大人がですね、どうなってんだということでね、非常にびっくりしますのでね、まあ、くれぐれもこう保管はきちんと、を購入した大人の方が責任を持ってねするということは大事だと思うんですけど、どうでしょうか。100円ローソンの、マルチツールでした。補足ですね、これ周りもですね、金属っぽいですね、ステンレスですね。でちっちゃい穴がいっぱい開いてて、その穴の向こう側はですね、なんかよく見えないんですけど、何かが詰まってます。多分プラスチックのかなんか樹脂のものが入ってるんだと思いますね。はい。で、ナイフは開いた時はこう軽くピタッと止まる感じ。ただストッパーはないので押すと曲がりますから、押す時にここが浮くんですけど、分かりますかね。押すと微妙に浮く。これでこう力をかけてるんですね、ここでですね、はい、そんだけの力です。使えそうですけど、まあ無難に使えるんじゃないかなと思います。缶切りの先端は少し尖らしといてもいいかな。9センチちょうどぐらいになります。横幅はまあ一番大きなところで 2.5 センチ程度ですね。ちょっとキーホルダーをつけるようなものがついてるぐらいですかね、ぐらいですかね。はい、セリアとかと比べて周りが金属というのは結構かっこいいですよね。ダイソーにもこういう金属のやつありましたけどね、多分ハサミはついてなかったような気がするんですけど、ちょっと私持ってないので比較できないんですけど、はい、そういう感じになります。はい、ちょっと雑談なんですけどね、100円で買って、まあ、税込み110円で買って、まあ、ここまでする必要があるのかっていうと、全くないと思いますね。時々もし見てて何をこんなに熱心にやってるんだろうと、まあ、不思議に思う方もいるかもしれません。まあそれが当たり前の感覚かもしれませんね。で例えばそのナイフ、切れないナイフを研ぐのにさっき使ったような、砥石なんかでもあれいくらしましたかね。多分1万円近くしたような気がするんですけど、バカみたいじゃねえかと。だったら最初から数千円のモーラー5000円とかでね、モーラーナイフとか買った方が切れ味も良くていいんじゃないかと。まあ、それはね、もうおっしゃる通りなんですよ。なので、それに対して何の反論もないし、もう多分見ててね、不思議な方は、なんで100円で買ったものをここまでこだわって使えるようにするんだろう。多分すごい不思議な感覚なんだろうなと思います。で、これはですね、なんて言うんですかね、まあ暇だからやってるっていうのは間違いなくあるんですけどね、忙しくてたまんないのにこんなことしないんですけど、
まあ、ただこの100円で買った非常にこういろいろとこう不具合があるというか、使い勝手の悪いもの、これをですね、まあ自分の知恵や工夫、当然まあ工具は使ってますけど、そういうものを使いながらですね、使えるものにしていくというところにですね、なんとも言い知れないこう独特の楽しみというか面白みというかですね、まあ、達成感というか満足感というかそういうものがあってですね、これ分かる人には分かると思うんですけど、まあそういうもんなんです。なのでコメントとかでですね、最初からいいもの買った方がいいんじゃないですかって言われて もうその通りですとしか言いようがないので、そういうコメントはしないでください。これはあくまでも、もう何不具合の多い、非常にこう不便なもの、まあ所詮110円のものを、まあ自分の創意工夫というか、まあ手作業で使い勝手の良いものに変えていくというところに価値があるよということでやってるものですので、ただですね、キャンプとかアウトドア用品っていうのは今でこそ本当に便利でデザインも優れてて、いいものが多いと思うんですけど、本来はですね、こう不自由な中からですね、自然にあるもの、落ちてるもの、石とか木とか、まあ、そういうものを使ってですね、自分の創意工夫でこうサバイバル、こう生きていくために、どういうふうにするかというふうなところがですね、まあ元々のその本質、そのキャンプの意義というかですね、小さい子どもたちがボーイスカウトとかで学んでることあると思うんですね。この私も小さい子に経験があるんですけど、例えばその夜、テントがないと寒いから凍えて死んでしまうからテントを張ろうと。でまあね、テントを張るにしても、例えばそのペグがないとですね、風で飛んじゃうわけですよ。あるいはポールがね、華奢だと、たわんで倒れてしまったりとか、雨がたくさん降るとですね、地面が濡れてテントも水浸しになったりとか、まあ、いろんなことがあるわけですよね。都度その生命の危険に脅かされるわけです。食料にしてもそうですね、食べ物、まあコンビニに行って買ってくれば早いんですけど、まあ、そうではなくって、山で木の実を取ったり川で魚を取ったりしたものをどのようにして、まあ、安全に食べるか、当然毒があったら、食当たりを起こしたり、ひどい場合には嘔吐下痢でね、そのまま死んでしまったり、体力がなくなると、それで餓死には至らなくても、それが原因でもう生きていくエネルギーがなくなってしまったりとかいうこともあると思うんですね。また食べたものを保存しておくとも一つの知恵で、例えば大きな獣を確保したときに、どうやってそれをですね、1週間2週間あるいは1ヶ月保存食として食べていくことができれば生きながらえることができるかもしれないわけですけど、それが腐ってしまうとそれを食べて死んじゃう可能性だってあるわけです。まあ、そういう意味でですね、何を言ってるか分かんなくなりましたけど、キャンプ、野外活動、アウトドア活動っていうのはですね、本来その生きていくための知恵みたいなものをですね、磨いていく。それはもう自分の創意工夫、そして、手足を使ってですね、なんとかこう、手に入るもので工夫してやっていく。まあそういう克服する、まあ自然を克服はできないと思うんですけど、なんとかね、弱い存在である人間が生きながらえていく、そういうための、知恵が詰まったものが本来のその、キャンプギアではないかなというふうに思うわけですね。まあそういうふうな考えにのっとって、こういう不便なものをですね、あえて買ってきてそれを使えるようにしていくっていうのはですね、なんとなくこうそこに通じる面白みがあってですね、やってるということになります。はい、何を言ってるか分かりませんけど、まあそんなところで、もし疑問に思う方があればですね、なんとなくそんなもんかなと思っていただけると幸いです。もちろん機能性やデザインの優れたものを買って、それで快適にキャンプを楽しむということをですね、否定する気は全くありませんので、それはそれでありなんでね、楽しみ方としてとってもいいんじゃないかなと思いますので、それを否定するものではありませんので、誤解なきように、お願いします。